皆さんこんばんは、 MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらこの機械を使えばいろんな時代にタイムスリップすることができるみたいです。 MK さん、人生で一度はタイムスリップしてみたいと思っておりましたので、今回はこの機械を使っていろんな時代のアスレチックをクリアしていきたいと思います。どんな時代に行けるのか、そしてどんなアスレチックが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速向かっていきましょうか。あなたがこの機械を操作するんですか？よし、じゃあ間違えないようによろしくお願いしますね。レッツゴー。どの時代まで飛ぶんでしょうか？ハデンアース、ちょっと英語はわかりませんが、大陸ができる前ってこと？火山活動が行われています。この火口を使って大きくジャンプするんですね。っていうかこんな昔まで戻りたいとは思っていなかったんですけど、せめて大陸がある状態でお願いしてもよろしいでしょうか？マグマに落ちた。ちょっと待って、どこまで飛ぶかをしっかり把握して火口に入らないといけないみたいですね。そこか、向かうべきは。 OK、 わかりました。こう来てそこ着地、素晴らしい。でこの奥はよくわかりませんが突っ込んでみましょうか。あれ合ってる？あ、ここか。ここの加工を使ってさらに大きくジャンプしていく。最終的にどこがゴール？ちょっとそれがわからないんですけど、矢印はとりあえずあるのでこっちの方向に進んでいきましょうか。こんな大陸もない時代に矢印っていう概念はないと思うんですけど、まあまあまあ細かいことは置いておきまして、そろそろゴールかな。はい、加工に入って大ジャンプ。お、あのでかい玉がゴールっぽいですね。これは？え？どうしろと？矢印下？飛び降りんの？あ、なるほど。陸地が出てきてんのね。それはちょっと反応できないって。わかったわかった。この陸地に着陸しないといけないんですね。矢印がこの下。うわ、ちょっとむずくないか。でかい地面が出るまで待ちたいんですけど、そんな地面は出てくるんでしょうか？あ、いや、あれはやめておこう。お！待てよ。この地面いけるんじゃないか。オッケー、乗った。そしたらこのまままっすぐ進んでジャンピング。で、あそこがゴールっぽいですね。おーっと、溝があるよ。溝に当たらないように。はい、オッケー。おーっと、さらにワープしまして、これはクリテイスイチ、あ、読めないんだよな。あ、植物が生えてきた。お、そして恐竜の化石がありますね。恐竜あたりの時代ということなんでしょうか。あ、水も出てきてる。だんだん時代が進んできましたね。あそこがゴールっぽいな。あ、恐竜がいた。まあ、恐竜の時代ってことでいいんじゃないでしょうか。早く人間が出てきてほしいなと MK さんは思っているんですが、このめちゃくちゃでかい植物をジャンプして渡っていきまして、はい、次の時代はアンシエントエジプト。あ、エジプトか。なるほどね。ってことは人類は出てきてるんじゃないか。ほら、ピラミッドがありますよ。これを建築した人たちがどこかにいそうな気もしますけども、はしごを登って、あ、この柱の上をジャンプしていけと。おー、なんだかいきなり時代進んだ感がありますね。この中は、あ、壁画が描かれています。そして待てよ。この色が変わってる地面怪しくないか？え？大丈夫。ちょっと触れてみますか。ほい、どうだ？おお、なるほど、罠になってるんだ。じゃあこれは当たらない方が良さそうですね。そしたら次の時代にレッツゴー。今度はメディバルバレー。ちょっとわかんないな。985とか書いてあるけどさ、あれってもしかして年代ってこと？これはじゃあ紀元前985。あ、おい、家が出てきたぞ。一気に文明が進んでるな。あ、お城がありますね。そういうなんか王国みたいな時代ってことなんでしょうか。ここにはなんか侵入者が入ってこないためのガードみたいなところがありますが、まあこれは一切無視して今危なかったね。で、あ、橋下がってないよ。あ、ジャンプすればいけんのか。ジャンプして橋が下がっていなくても間から入っていく。そしてこのお城は中入っちゃっていいんですか。うわー、落とし穴がありますね。落ちないようにジャンプして進んでいきましょう。で、よく見たらさ、下にさ、タイマーがあるのか。まあ、今回は10分ぐらいでゴールしたいとは思ってますけど、どれくらい長いステージかわかんないから何とも言えないな。あ、そして2です。危ない。2ですって書いてあるね。これさ、やられた数も記録されんのか。なるべくやられないようにしましょうか。お！ 1580 年か。ジャパニーズ道場って書いてありました。紀元前じゃないか。もうこれ、
1580年か。え、結構近づいてきたよ。だったらさっきまで恐竜の時代にいましたからね。ここで、あら、落ちちゃったけども、あれ、やられない。あー、なるほど、ここのはしごで戻れると。まあ確かにこれ一発はちょっと難しいよね。待てよ、あれ、もしかしてこれめちゃくちゃむずい。ジャンプジャンプ、オッケー、もう運ですね。で、綱渡りか。まあ道場ですから、己をこれで磨いていきましょう。こう来た、危ない危ない、今当たってたぞあー、そしてこれもね、当たらないように、はい、まっすぐ進んで、オッケー、いいですね。はい、鳥居がありまして、ここでゴール。次の時代は、グレートウォー。あー、なるほど、うん、1916年だって。戦争してんのかこれ。危ないな。あのミサイルとか当たらないようにちょっとゴールしましょうか。うわ、白黒になってんな。さっきまでカラーだったのにここで白黒になるっていうのも、なんだかちょっと時代設定がよくわかりませんがそれ避けようなくないか。え、いきなり降ってきたら避けようないよね。降ってくる場所を予測しないといけないってこと。危ない危ない危ない、あら、ちょっと無理だってそんなの。え、どこにさ、ミサイル降ってくるかはわかんないじゃん。ちょっと待てよ。こう来て。お、運でしょこれ。運ゲーだ、運ゲー。オーケー、運ゲー突破。そしたら、ここも運ゲー。あら運ゲーです。うーわ、待って。そして、ゴールどこ？ゴールがどこだか全くわかんない。うわ、しかもこっからかよ。ちょっと待って。ダブルで運ゲーを乗り越えないといけない。あら、危ない。ちょっと待って。あった、うわ、もう、マジで？こんなんさ、え、もう、やっていくしかないよね。覚えゲーなのか？ちょっと待って、覚える要素があるのか、もしかして。はい、こう来て、ここクリア。待てよ、こう、こう、これ、なるほど、こう来て、あ、行ったんじゃない。あ、行った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 。そして、お、ゴールが見えてきましたが、なんだ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 。あ、これ銃で撃たれてるってこと。ってことは、ここの後ろに隠れないといけないのか。これで、あ、オッケー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 。銃に当たらないようにまっすぐ進んでいくと。落ち着け。はい、ここもまっすぐ進んで、ここ、どうだ、当たんないよね。オッケーオッケーオッケー。で、そこ溝があるので、溝のところ入りましょうか。いや、これまっすぐ行けんな。ここまで行っちゃいましょう。うわー、怖いねこの、なんだろう、塔みたいなのをうまく使って、さらに奥へと進んでいく。で、一回待とうか。あそこゴールなんで、ここでやられて最初からはちょっと嫌ですよ。で、銃が撃ち終わったらまっすぐ進んでゴールしていく。素晴らしいワープ。今度はハロウィンタウン、1993年。おお、結構最近まで来ましたね。ハロウィンはゾンビいる。あー、でもコスプレか1993年にマグマはないって、こんな住宅街にどういう設定なのさ。よーし、じゃあこれもなんとか抜けました。ゾンビのお墓だ。え、これ本物のゾンビ？ちょっとよくわかんないけど、あ、ゴールがあったよ。はい、じゃあゴールを通って、今度は、お、なんだこれ。え、よくわかんないけど、時代とか書いてなかったよ。なんだこれ。え、もう終わり？終わりってこと？未来？この上？これか？あー、なるほど、これを全部触ってからじゃないと進めないってこと？ちょっとよくわかりませんが、矢印の通りにやってみましょう。これでまっすぐ進んで、え、これ何ちょっと設定がよくわかってないんですけども、これシビアじゃ、あら、これシビアじゃない、今の今のシビアじゃない。え、あれさ、地面の判定どうなってる？これどこでも乗れる？あ、どこでも乗れるんかい。そしたらまっすぐ進んでジャンプ。あの溝に入っちゃダメなんかと思ったわ。はい、そしたら次の時代、2008年。あ、クラシックロブロックス。なるほど、ロブロックスが生まれた時代なんですね。あら、危ないちょっと油断せずに行きましょうか。ロブロックスって2008年か。そんな昔からあるゲームなんだ。ジャンプジャンプで、なんとかこの足場をうまく使って進んでいく。こう来て、危ないよ。ちょっと消える足場もあるっぽいんで気をつけましょうか。あれ、ちょっとこの先進めないよ。早く足場復活して、オッケー、来た来た来た。こう来て、危ない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 よく今の MK さんいけたね。で、こう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 で、オッケー、なんとかゴール。うーわ、こういうシンプルなのが一番難しいんだなこれちょっと難しくないか。え、どっから、あー、危ねえ、こっからか。ジャンプジャンプ、うわー、こういうのあんま得意じゃないって。あ、ほい、うわー、今当たってたけどな。ジャンプして、オッケー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 。で、このタワーを登っていきますと、昔のロブロックスってこんなんだったの。
まあ今とあんま変わんないような気もしなくもないんですけども、うわーなんか空に浮かんでる島があります。この上をジャンプして通っていくんでしょうか。なんか一番最初に作られたステージとかそういう感じなんかな。ちょっと設定はよく分かっておりませんが、おゴールが見えてきました。ここから落ちてゴールですね。オッケー。次の時代は、あ2230年。え、あーなんかめちゃくちゃ荒れ果ててんだけど、未来まで来ちゃったよ。未来が荒れ果ててる。どういうこと、どういう設定設定がよく分かってないけど、まあこの線というか、まあ鉄格子に当たらないように進めばいいんでしょうね。え、みんなどこにいんの、このビルの中に住んでんのかな。まあ確かに、うなんだ電気がついたり消えたりしてますけど、みんなお家から出なくなっちゃったってこと。なんでなんでこんな荒廃してんの。えちょっと設定がよくわかりませんが、ここをジャンプ、あらら、ちょちょ、危ない、あ、でもなんとか耐えれてる。待てよ、こうで、オッケー。そしたら次の年代が、はい、3100年、エイリアンプラネット。おエイリアンに侵略されてる3100年になったらエイリアンに侵略されんの、地球って。あーよくわかんないけど、とりあえずこの煙に当たらないように進んでいきましょうか。エイリアンパッと見はいないけどな。もしもし、エイリアンいますか。いないね。うなんだこれ、なんか街の様子もちょっと変な感じだな。この線には当たらないように進まないといけないと。ちょっと待って、むずくない、普通に普通にむずいこと言われてない。こう来た、危ない。ちょっと待てよ。上の線しっかり見ろ。あ、うまいね。こう来て、上ないな。ジャンプして、オッケー、なんとかエイリアンの縄張りはこれで抜けれたんじゃ、まだか。何このピンク色の液体。え?3100 年になると海はこんなピンク色になっちゃうの?なんで?ちょっと設定をつかめていない MK さんではありますが、ジャンプで飛び越えていきました。危ねえ、今の。落ちたと思った。こう来て、よし、なんとかゴール。次の年代は、はい、11384年。どういうこと、え、もはや何かの建物の中、実験施設みたいなところにいるんですけど、あーなんだあれ、よくわかんねえ。もう人間はいないのか、この時代に。まあ、エイリアンってこと、エイリアンの時代が進んでったってことなのかな。あー怖いね。ちょっと色合いも不気味ですけど、はい。そしてなんだ、え、ボイドプレイグラウンド、わーやられた。え、どういうこと、全然よくわかんないんだけど、タイムスリップしてるつもりが、え、なんか概念みたいなとこに来ちゃったどういうこと、精神世界みたいな、バーチャル世界みたいな、なんかよくわかんないところ、え、なんでやられてんのっていうか、さっきから、え、あ、この上になんか黒い当たり判定があんの、そんなん避けれなく、え、なに、なんかやられてんだけど、上にステージあるっぽいよね。こっちじゃないのか、正規ルートが。そんなことないよな。待てよ。ああ、え、なんでやられんの、なんでやられる、その黒いやつでしょ。これジャンプしちゃダメなのか。さっきもジャンプしないで通ったけどね。ああ、いけた。ということ、ああ、なんだ、ちょっと待って、当たり判定がわからん。階段からさ、ちょっとでも出たらアウトってこと?そういうこと?階段から足を踏み外したら、踏み外してないじゃん。あ、左側になんか当たり判定あるわ。なるほど。わかりました。こう来て、わかったよ。わかった。こう。あー、上、もうむず!ちょっと待って。いきなり難しすぎるって。それは。こう来て、わかったわ。でも、何が起こってるかはわかったわ。こう来るでしょ?ジャンプ。それ無理なら無理だよ。待って、これわかったわ。階段普通に登っちゃダメなんだ。ここで、こうやって飛び越えんでしょ?わ。そんなん初見じゃわかり、痛いわかりません。そして待てよ。その先もジャンプか?ぽいよね。よし、行きましょう。ここを、ジャンプでまず上乗る。出た。さっきと同じ感じだったら、待て。落ち着け。ここジャンプでいけるはず。オッケー!やっとあそこと乗り越えた。長かった。見て、ほら、23分になってるでしょ。あ、
あそこでやられすぎた、待ってやり直し、それだけは勘弁してほしいんですけど。58で済ましてる。あ、こっからか。赤いところに当たっちゃダメなんだな。当たらずにまっすぐ進んで、待てよ、落ち着け、ほい、赤に当たらず進んでいきましょう。シビアだな、これもどうせ当たり判定えぐいんだって。で、うわ、なんだあれ、っていうかよくわかんないんだけど、タイムスリップの概念どこ行った？もはやタイムスリップとかだんだん関係なくなってきてるよね。概念みたいな世界に突入したんですけども、こう来て危ない、落ち着け落ち着け、こんなくだらないところで落ちてる場合ではございません。で、あ、もうゴール？こう来てこう来て、ちょっと待ってちょっと待って、こう来て、あそこゴールだよね。はいはい、行くよ、ダイビング、どうだ、はい、あ、なになになに、うー、よくわかんない、よくわかんないけど燃えてるよ、大丈夫なのこれ、あ、15ポイント24分54秒59です。あ、なになになに、あ、戻ってきたなるほど、ということでなんとか今の時代に戻ってくることもできました。最後の方はタイムスリップなのか何なのかよくわかりませんでしたが、まあとりあえずクリアはできたということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後の何だったの？